1984年10月14日、原宿竹の子族集合写真竹の子族は、野外で独特の派手な衣装でディスコサウンドに合わせてステップダンスを踊るという風俗、またはその参加者の総称。1980年代前半東京都、原宿の代々木公園横に設けられた歩行者天国でラジカセを囲み路上で踊っていた。ブーム最盛期は1980年で、 この頃には、名古屋市など地方都市の公園や、東京では、吉祥寺や池袋でも小規模ながら、竹の子族が踊っていたという。ブティック竹の子、竹の子族の由来は、諸説あるが、自作以外の衣装を1978年に開業したブティック竹の子で購入していたことが、竹の子族の由来の一つと言われている。街頭や路上で、若者グループが音楽に合わせて、 パフォーマンスを表現するブームの先駆けとも言える。グループは主に首都圏の中学、高校生で構成され、歩行者天国が開催される救歳児一に、原宿歩行者天国に集合し、歩行点終了時まで踊っていた。また、歩行点が開催されなかった場合は、代々木公園内や、公園入り口、NHK 放送センター近くの渋谷方面へ向かう、歩道橋近辺であった。 竹の子族の若者たちで原宿歩行者天国は溢れ返り、そのブーム再生期にはメンバーが2000名以上いたと言われている。聴衆の多さから移動もままならなくなったことも多かった。ラジカセから流す曲はディスコサウンドが中心であった。竹の子族の衣装はそのチームごとに特色のある衣装をデザインし制作していた。これらは主に原色と大きな柄物の生地を多用した。 ファッションでアラビアンナイトの世界のような奇想天外なシルエットが注目を集め、化粧についても男女問わず多くの注目を引こうと鮮やかなメイクをしていた。竹の子族の生みの親として広く知られるようになった大竹竹のりがオーナーを務めるブティック竹の子では竹の子族ブーム前世紀の1980年、竹の子族向けの衣装が年間10万着も販売されたという、 ローラー族が1950年代のアメリカをモチーフにしていたのとは対照的に竹の子族のファッションは東洋回帰を思わせるものがある。若者集団の文化、ファッションとしても1980年代前半で注目されるキーワードの一つである。清水幸次郎や沖田博之も街頭でスカウトされる芸能界にデビューした元竹の子族である。 それぞれの振り付けはチームごとによって異なる場合が多い。1970年代後半、東京、新宿のディスコで流行ったステップダンスが始まりと言われている。女性タレント古、古橋真優のジップ、古橋裕二が実際に竹の子族に関わり、発足するまでの秘話をテレビ出演した際に明かしている。古橋によれば、1980年代初め頃の 毎週日曜日の原宿、代々木公園横の歩行者天国には、竹の子族のチーム約50グループ、メンバーがおよそ2000人に膨れ上がっていた。初期メンバーは30人前後であり、1年間で100倍近くに膨れ上がったことになる。当の竹の子族以上に、ギャラリーの数も想像を超えるほど急増していた。毎週日曜日になると、およそ10万人近くが、 原宿保護店に集まり、原宿歩行者天国は、端から、端まで身動きが取れなくなることも多々あった。1980年代後半、ローラー族や、バンド、ブレイクダンス等、多様なパフォーマンス集団に押され、竹の子族ブームは下火になっていった。1996年から1997年に、かけての代々木公園前歩行者天国の試験廃止。 および1998年8月31日の歩行者天国完全廃止とともに原宿から撤退、東京、新宿のディスコに活動の場を移す。2010年代でも最盛期を知らない若者がブティック竹の子やメディアなどで竹の子族を知り似たファッションや活動を楽しんでいる。竹の漢字をカタカナ2文字に分解したケケの子族と自称。 多少されることもある。五十音順、ありがとうございます。